2020明治安田生命 J1 リーグ第7節サンフレッチェ広島対名古屋グランパスの一戦、エディオンスタジアム広島からお送りします。ではスターティングラインナップ、サンフレッチェ広島ご紹介します。キーパーが林、フィールドプレーヤーが野上、荒木、佐々木、茶島、川辺、青山、東、浅野、森島、レアンドロ、ペレイラと入っています。東が3試合ぶりにスタメンに戻ってきた広島です。一方の名古屋、スターティングラインナップご紹介します。キーパーがランゲラク、フィールドプレーヤーが成瀬、中谷、丸山、吉田、稲垣、米本、マテウス、阿部、相馬、金崎と入っています。さてここで圧力をかけるのが広島の守備。ランゲラックはここはつなぎにいった、奪った、うん、さあいい形、ペレイラだ、ペレイラー、ワンチャンス、ショートカウンター、先制はサンフレッチェ広島、ストライカーのペレイラです。まあ、広島としてはこう狙いのね一つが出ましたね。はい、見事なショートカウンター、狙い通り。まあ少しねランゲラックのキックミスから始まりましたけど、まあ、ここを、ね、しっかり決めきる、まあ、このシュート力ですよね。カーブです、シャドウの森島、茶島のクロスボール、ペレイラだ、東ダイレクト、浮きました、東のハーフボレー。マテウスシュート、うん、強引に狙っていきました。まあ、ようやくですよね、こう背後に飛び出していくシーンというのが、まあ、マテウス出ましたから、まあ、こういうシーンを、ね、名古屋としては増やしていきたいですよね。そうですね、はい、東、丸山シンプルにここを前につける、佐々木が出て、ペレイラのここはスペースは蓋をしました、サイドバック吉田、ピッチ上に金崎倒れてますんでボールを出しました。右のこれは桃裏か、ちょっと心配です。そうですね、負傷交代、金崎に代わって石田亮太郎が入ります。成瀬、外を回った、うん、空いた、マテウス崩した、阿部だ、真ん中を割って入りました、名古屋。まあ一つね、いい形出ましたね。なんとかそのコンパクトな陣形を崩したいところですが、はい、森島、空いている、うん、浅野につける、浅野、前を向いた状態、浅野だ、左足で中に入った、浅野のシュート、得意な形、カットインから左足。まあうまくね、左足もね、特徴をうまく消しましたよね。やはりね、彼のところにボールが入ればね、いいパスがね出てきますから。はい、ペレイラからビエイラとつなぐ、広島のフリーキックに変わる。森島直接来た、森島直接決めました。まあ、うまくこう縦に落としましたよね。まさに狙い通り、森島司、はい、まあ自信があったんでしょうね。はい、最後は森島一択、チームメイトも彼に委ねました。ポストに当たりましたかね。つなぐ広島、ここで試合終了の笛です。広島、ペレイラの先制ゴール、2点目は森島の縦回転直接フリーキック、ゲーム巧者ぶりを発揮しました広島。サンフレッチェ広島対名古屋グランパスの一戦、2対0、広島が3試合ぶりの勝利を収めました。